了解だ。笹川は俺たちが捕らえた。もう犯罪逃れはできないから安心しろ。国内の事案は任せたぞ。これは狐は他にもいる。猟犬から逃れ続ける存在が。久しぶりだな、監視官。監視官なんて呼び方して嫌み？そのつもりはないんだが。これで貸し借りなし。国内は私たちの縄張りを、そうあのいけつかない金髪に伝えて。自分で話せばいいだろ。いけつかないって言ったでしょ。優秀な人間を引き抜かれて腹立ってんの。優秀？言葉のあやよ。潜在犯のくせにいい気にならないで。こっちの課長には俺から伝える。ねえ、先輩には会ったの？その必要はない。あの人のために俺が何をなすべきかは分かってる。